覧注意。一瞬ですが血しぶきのシーンがあります。血の苦手な方はブラウザバックを。言ったか。く、結構食らったな。まさか組織の奴らが警察に。ビッグ、ビッグ、あなたは十分戦いました。今度は死神か。死神とは失礼な。ヴァルキリーをご存じない。あいにくだけど、僕は神ってやつを信じない。まあそれは置いておいて、あなたをバルハラに連れて行って私の成績の糧になってもらいます。気に食わないね。上から見下ろすなんてさ。刺しますよ。死神相手でもレディーに手は出さないさ。あ、電話。さっさと出たまえ。逃げるんじゃないわよ。はい、こちらバルハラ第三栄養部佐藤です。はい、はい、ちょっと待ってくださいね。どうしてもですか。わかりました。失礼します。ビッグ、あなたの代わりに戦えって指示が来ました。命拾いしましたね。それでは。どうやら助かったようだ。まだ、まだ生きなければ。シルクロード豚の残飯に挑戦です。始まるのが遅かったんだけど何があったんでしょうか。今回の攻略に関する寸劇じゃない。まあいいか。ではゴー。お金ために時間がかかるので倍速します。壁腕高重体モヒカンで相手しながらお金を貯めます。モヒカンだけで大丈夫なのか。拮抗状態を長く維持できれば問題ありません。今回の攻略はコアラッチョから城を潰す時間より資金集めに時間がかかりました。すごい攻略だな。ゴムもうまく使って調整しながら働き猫をマックスにしてお金集め、城を叩かないように注意してキャラを出していきます。ニャンピュータがあるってことは苦戦するんだな。戦いが本格化するとついていけないので準備しました。さあもうそろそろです。コアラッキョが出てきました。私も出てきました。コアラッキョ対策 99.9 点。やっぱり100点にはならないんだ。前を見てムートを飛ばせばダメージを受けずにコアラッキョを倒すことができます。しかし、この後すぐに他のキャラを出さなかったのと編成ミスがあります。まずムートの後にヴァルキリーを出していたらコアラッキョを倒して城を叩き始めた時イノシャシに早く対処できます。ムートの活躍時間を伸ばすことができたはずです。編成に関してはやっぱりドローンを入れてないところがマイナス。しかし、大狂乱の暗黒を入れていることは花丸です。あとはニャンピュータを入れて使い任せ。今回ドラゴンはいりませんし、向き足もいりません。前回の反省点を全く考えてないです。すべては霊夢がやりました。そうレイナーラー、いつも隣にいるあなたは何をしてるんですか？そういえば、どうキーラーミー引いても、マリサさん、上司に報告させていただきます。数が多いのですから遠距離範囲攻撃キャラは外せません。編成は60点です。もっと辛口で来ると思ったんだけど、編成の反省点を活かせてないところがマイナス60点。新しくちゃんとした試みをしてる点が20点です。まあいいんだよな。ウルルンやられてたら引っかったですよ。勝利。今回は見逃しますが無課金キャラを存分に活用してください。はい。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。